ギャラクシー最強の8ゲン2でなんと防水まで対応した、ウルトラデカタブレット来たー。トビさん、シャオミのタブレットと比較もお願いしますー。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですがこちら Galaxy の Tab S9 Ultra についてご紹介していきたいと思います。こちらのタブレット Galaxy の最新最強の 14.6 インチの 8 Gen 2を搭載したタブレットになっています。端末の概要はこのようになります。ではですね、早速概要の方をしていきます。今回購入したモデルですけど、こちらですね、日本バージョンはグラファイトで黒しかないんですけど、こちらはですね海外モデルになってまして、こちら 12GB の 256GB バージョンのベージュ色になってます。日本のモデルはですね 512GB バージョンしか売られてないんですが、海外はですね 256GB から販売されています。前回ですね、シャオミの Pad 6 Max を開封してますので、そちらとも比較していきたいと思います。 Galaxy のタブレット、今回私初めてのレビューになるので、どんな感じなのか気になってます。こちら非常にここがですね薄いですね。じゃあ開けてみましょう。よいしょ。かなりやっぱでかいですね。本体がまず出てきました。付属品の内容としては、Galaxy の方はこちら、ペンもですね、付属品として付いています。あとこちらはケーブルですね。あとマイクロ SD のためのピンも付いています。はい、同行品の内容は以上になります。非常にシンプルですね。ではですね、端末の方を見ながらスペックの方を見ていきたいと思うんですけど、今回のモデル、最新のですね、8 Gen 2の Galaxy バージョンを搭載しています。あとカメラがですね、こちら、背面2眼になっていて、インカメラも2眼になってますけど、メインカメラは13メガの広角になってます。あとディスプレイがですね、Galaxy の場合、14.6 インチで非常に大きいんですけど、有機 EL で、輝度1750とゴリラビクタスで非常に高性能なディスプレイ搭載しているので、このあたりですね、Pad 6 Max だと LCD なんで、どれぐらい違うのに気になるところですね。で、インターフェースとしてタッチパッド付きのキーボードとペンを対応しますけど、今回私の方、キーボードはですね、購入の方はしてないです。ペンの方だけですね、レビューしたいと思います。バッテリーの方は 11200mAh なんで、45W の急速充電で、リバース充電ですね、何ワットかちょっとわかんないです。スピーカーの方は4スピーカーでアーカーゲイのチューニングでドルビアトモス対応で、今回タブ S9 Ultra はマイクロ SD も対応しているので、256GB バージョンでもいいと思って購入しています。あとケースも搭載しているので、今回 SIM モデルじゃないですけど、まあ、デザリングを使えばナビにも使えるってところが、このあたりもですね、シャオミパッド6 Max との違いになってきます。で、なんといっても今回の Galaxy Tab、初めてのですね、防水 IP68 対応ってところが非常に大きなポイントだと思います。で、重さがですね、732で、若干シャオミパッド6 Max よりも 18g 軽いので、まあ、持った感じもちょっと軽い感じですね。後で比較もしてみたいと思います。はい、端末の概要は以上になります。じゃあですね、開けていきましょう。デザインの方ですね、チェックしていきます。どんな感じか非常に楽しみですね。見た感じめちゃくちゃ薄い感じです。はい、デザインのこんな感じです。ベージュ色ですけど非常に色はいいですね。画面で見た時は結構白っぽい感じだったんですけど、実機の方はほぼシルバーですね。かなり白っていうよりもシルバーの色に見えます。質感はめちゃくちゃ高いですね。肌触りはサラサラしていて、指紋の方はほとんど目立たないですね。サイド面の処理はこんな感じです。一体成形で非常に薄いですね。今ちょっとフィルムがついててテカって見えてますけど、背面と同じくすりガラスになってます。サイド面インターフェース確認していきたいと思いますけど、スピーカーはですね、トップ面、こちらマイクとスピーカーがあります。こちらの方にもですね、スピーカーがあって端子があります。右側面はこちらですね、キーボードの端子がついてます。あとこちらの方は、左側面は電源ボリュームですね、ついていて、こちらの方にスロットがついているということになってます。カメラ周りはこんな感じです。Galaxy の最近のデザインに合わせてカメラのリングですね。同じようなデザインになってます。はい、デザインの方は非常に高級感があって。あと強度の方、持った感じ、ちょっと今ひねろうとしてますけど、かなり剛性感があるので、でかくて薄いんですけど、大丈夫そうな感じですね。でデザインの前回レビューしたと6とですね、デザイン比較するとこんな感じです。高さ、14.6 インチで少し足のが大きいですね。幅に関してはこんな感じ。まあ、幅は高さよりも少し差は少ないですけど、Galaxy のが若干大きい。カメラ周りのデザインの比較こんな感じですね。だいぶデザイン違うなって感じですけど、薄さ。Galaxy の方がやっぱし薄いですね。だいぶ薄い感じにしますね。かなり薄いです。
この薄さでこの合成感は本当すごいですね。カメラの出っ張りもギャラクシーの方が抑えられてる感じなので、このあたりやはり値段が高いだけあるなっていう感じですね、はい。まあ、両方とも非常に高級感と質感は高いですけど、まあ、ギャラクシーの方がコストかかってるなって感じですね、はい。あとデザインっていう面では、このちょっとこうアンテナのところですね、 Wi-Fi モデルですけど、ちょっとこういうところが気になるなっていうところですね、はい。デザインのチェックは以上になります。それではですね、カメラの方も見ていきます。カメラの方こんな感じになってます。で、今回カメラ背面もですね、2眼になっていて、こちらメインカメラが13メガで広角で、超広角も一応対応してて8メガピクセルになってます。インカメラもですね、タブレットですけど、こちらちょっと見えづらいですけど、こちらですね、12メガと12メガの2眼構成で広角と超広角になってます。ちょっと珍しいですよね。カメラの出っ張り1.5mm ぐらいですね。まあ、ギャラクシーの S23 ウルトラと同じような感じになってます。はい。カメラのデザインについては以上になります。それではですね、重量の方を測っていきたいと思います。今回 732g が交渉中スペックなんですが、どうでしょうか。フィルムの方はついてないですね。じゃあ測ってみましょう。731。まあ、ほぼ交渉値通りですね。特に問題ないと思います。はい、重量については以上になります。はい、それではですね、電源の方を入れていきたいと思います。今回購入したモデルですけど、香港版になってまして、どんな感じか、ちょっと楽しみですね。じゃあ電源入れていきましょう。起動値は普通のギャラクシーと変わんないですね。はい、香港版ですけど、最初から日本語表示になってます。このあたりいいですね。画面非常にでかくて、このベゼルが細いのがすごくいいですね。生体認証に関しては、顔認証、指紋認証にも対応してます。はい、セットアップ終わりました。画面こんな感じです。ちょっと輝度の方ですね、上げてみたいと思います。結構明るいですね、やはり。有機EL なんで非常に発色綺麗ですね、見た感じ。まだちょっとアプリケーションが今ダウンロード中みたいですけど、初期のですね、ストレージの使用量は今ですね、38.09 になってます。少しまだアプリをインストール中みたいですけど、やはりちょっとギャラクシーの端末は最初のアプリの使用量多めですね。あとタブレットの初期状態ですね、このようになってます。まあ、特段変わったところなさそうですね。ソフトウェアの情報もこのようになってます。入ってるアプリケーションはですね、このようになってます。まあ、特に香港版ですけど、必要最小限のアプリしか入ってないので非常にいいですね。システムの初期状態については以上になります。はい、それではですね、ディスプレイのチェックも行っていきたいと思います。今回ですね、AMOLED でディスプレイ、タブレットとしてはかなり最高レベルだと思いますけど、発色の方どうでしょう。さすがサムスのディスプレイだけあってかなり発色いい感じですね。こちらの方ですね、アオミのパッド6 MAX と比べると、発色に関してはこんな感じの差ですね。どうでしょうか。色味あんまり変わらない感じもしますけど、まあこの辺赤色ですね。有機EL ならではの鮮やかさありますよね。はい。黒背景の階調表現がこんな感じ。ちょっと見にくいですね。ちょっとギャラクシーのチェックしよう。どうでしょうか。7見えてますね。6もうっすら見えてる。5も一応見えてますね。4も見えてる。黒背景、階調表現、有機EL だけあって、ちゃんとできてますね。下見の方はちょっと今一度だったんですけど、この辺差はありますね。白背景どうでしょうか。254、実機では見えない感じで、白背景が少し弱いかな。視野角の方どうですかね。全然大丈夫そうな感じですね。うん、画質に関しては、さすがギャラクシーだけあって、シャーミのパッド6と比べるといいっていうのはあるんですけど、明るさに関しては思ったよりもそんなに差がない感じですね。視野角の変化、両方とも見てみましょう。このあたりでやっぱ差が出るのか。斜めから見た時の明るさが、やはりギャラクシーの方が少しいいって感じですね。真正面から見た時の明るさ、どうでしょうか。まあ、色味がちょっと違う感じですけど、今私斜めから見てますけど、そんなに変わらない感じもするな。やっぱ有機EL っていうところは発色の違いですね。明るさに関しては、思った以上にそんなに差がない感じがしますね。正面から見たら、そんなに差がない感じかな。あの色合いどうですかね。値段差がやっぱしかなりあるんで、画面に関してはすごく気になってるんですけど、この辺、階調がやっぱし綺麗ですね。うん。もそうか。有機EL鮮やかですね。まあそのあたりで差があるって感じなんで、まあ値段がちょっと倍くらいするので、けどまあギャラクシーの方はディスプレイですね。やはり、シャオミパッド6よりも少しいいというところで、やっぱアモレットはやっぱいいですね。非常に鮮やかなんで、コンテンツ見るときは非常にいいと思います。はい。ディスプレイのチェックは以上になります。はい。それではですね、ペンの方もチェックしていきます。
付属のペンはですね、このような感じになってます。ベージュを選ぶとですね、白色のペンになってます。あとですね、こちらの方に磁石で付けられています。ちょっと反応しますけど、ちょっと付けた時どうなるか見てみましょう。こういう感じですね。今出てますけど、充電されるようになってます。液晶ですね、ペンナップってやつちょっと開いて。筆圧検知結構効いてるな。まあ遅延やっぱ短いですね。S ペンってだけあって。若干ギャラクシーの方がもしかしたら快適な感じも一瞬するんですけど、どうですかね。遅延はほとんど感じないですね。結構早く書いてるんですけど、非常に快適ですね。あと、いろいろ機能があるみたいで、これ電源を切った状態で、こちらですね。S ペンを外して、これで外して、いきなりこう、ノートを作成できると。このあたり、ギャラクシーと一緒ですね。電源オフの状態からすぐに書けるっていうような機能は、本当もう、ギャラクシーの S23 ウルトラと同じ感じで、これもやはりかなり性能高いですね。画面がすごいでかいんで、もう書き放題。まあ、ギャラクシーの S23ウルトラのでかいバージョンっていうような感じの使い勝手になってるなと思います。アプリケーションとしては、クリップスタジオをですね、期間限定で使えたりとか、グッドニュースっていうのがあってですね、一応アカウント登録したらいろいろシェアができるみたいですね。こちらの方も特に支援の方は問題なさそうです。パームディレクションもですね、ちゃんと今置きながら書いてますけど、全然問題ないですね。特に変な反応ないかな、これ。大丈夫ですね。はい、ペンについては以上になります。はい、それではですね、スピーカーの方をチェックしていきます。今回のギャラクシーは、スピーカーでアーカーゲインのチューニングが入っているので、今回私もギャラクシータブレットのスピーカーチェック初めてなんで、非常に楽しみです。音関係の設定ですが、ドルビーアトモスですね、あとゲーム用のアトモスとイコライザー対応してます。今回デフォルトではドルビーアトモスオフになってたんですけど、一応オンにして、ミュージックにして聴いてみたいと思います。どうでしょうか。すっごいですね、低音が。高音のツヤはもしかしたらシャオミで負けるかもしれない。低音は圧倒的にこっちですね。今ギャラクシーの方が聞いた感じ、音はシャオミよりもいいような感じがしますね。さすがギャラクシーって感じですね。4スピーカーなんですけど、シャオミの8スピーカーに勝ってる感じですね。画面の真ん中から音が出てるような感じもしますけど、臨場感に関してはシャオミの方が上回ってますけど、音質に関してはギャラクシーの方が上のような気がします。ちょっと聞いた感じでは低音はおそらくギャラクシーの方が上なんですけど、周波数特性についてもチェックしていきたいと思います。スピーカーほんとすごいですね、これは。はい、以上になります。こちらがですね、スピーカーの周波数特性を取った結果になります。このオレンジ色がですね、前回レビューしたパッド6 MAX の特性を示しまして、これと比較するとですね、攻撃が少しいいってところと、低域はですね、このあたり少しいいという結果になります。あとは非常に素直な特性で、全域ですね、ほぼフラットな周波数特性になっているので、まあ、周波数特性的にはもう申し分ないというレベルになってます。まあ双方ともですね、過去最高レベルで、まあ高音付け方しという感じですね。次にアンツ総合ベンチマークの結果になります。今回ですね、シャオミパッド6シリーズとギャラクシーウルトラとも比較してあります。今回のタブ S9 ウルトラはこのウルトラと結構似たような特性なんですけど、こちらですね、30度で収束してしまうという素晴らしい低発熱の収束特性にもかかわらず、性能としてもですね、最高129万点で120万点というところで、非常にスロットリングも、まあ、緩やかで低発熱ってところがポイントになります。パッド6 MAX がですね、8プラス Gen 1なので、このあたりの性能差が10万点15万点ぐらい差があるので、アンツ特性としてはパッド6 MAX よりも高いというところと、こちらの方ですね、発熱のところも低発熱ってところはパッド6 MAX よりも抑えられてるってところは素晴らしい特性になっていて、まあこのあたりは8 Gen 2の恩恵も受けられてるのと
思います。次に 3D 実用性能、こちらが非常に気になるんですけど、こちらもですね素晴らしい特性が得られてます。なんと27度収束で性能がですね3190、こちらですねグラフを見ていただくと、まあ ROG47 と同じぐらいのところまで来ていて、発熱がですね非常に抑えられているというところが素晴らしいところになってます。 PAD 6 MAX と比較すると2715に対して3190なので、だいたい1割ぐらい性能が高いっていう感じですね。 Galaxy S23 と比べても発熱はかなり抑えられた状態で性能が高いので、このあたり 14.6 インチの大きさですね生かして、ちゃんとまあ低発熱で性能も出してるってところが非常にいいと思います。スローティリングもですね特に問題なく安定してるってところで、パッケージにしたベンチマークでも同じような性能が得られているので、まあ、この端末に関してはもうタブレットの中では最強の性能が実現されていて、しかも低発熱というところがポイントと思います。まあ、よく言えばこのレッドマジックの性能まで狙ってもう少し温度上げて、この辺の4000点近いところまで性能上げられるといいと思うんですけど、ここはまあチューニングとしてですねこういう方針に振ってるというふうに思います。次にバッテリー持ちですが、こちらがですねちょっと問題が出ています。性能は 16,000 点強なんですけど、バッテリー持ちはなんと10時間というかなり悪い結果になってます。 PAD 6 MAX よりもバッテリー容量若干多めなんですけど、 PAD 6 MAX はですね18時間なので、性能がまあいいとはいえこの差はちょっと大きすぎるなというところで、かなり性能重視でバッテリー持ちが悪いんですけど、この原因はですね、まあ、どこにあるのかなというところは、まあ、唯一考えられるとしたら画面だと思います。画面のところちょっと電力ちょっと食いすぎてるのかもしれないなというところですね。ちょっとこの端末としてのバッテリー持ちところは要注意と思います。次にカメラの方ですが、こちらハイミックスというんですかね、 HI1337 っていうセンサーが積まれてます。で13メガピクセルでセンサーサイズ非常に小さいので、この小さいサイズでどこまでいけるのかなっていうところがポイントになると思います。撮影モードに関してはちょっと変わった性能になっていて、カメラあんまり重視してないのかなっていうところですね。 4K30fps でフル HD も 30fps で、撮影モードかなりインカメラとアウトカメラ両方とも広角超広角積んでるんですけど、インカメラの方はこの超広角があるところがポイントだと思います。アウトカメラの方は、まあ、4K30fps までしか撮れないってところがちょっと残念なところですね。フル HD60 もないってところはちょっと撮影モードとしては割り切って知ると思います。このあたりですね性能はどうなるのかっていうのを見ていきます。でここから撮った写真ざっと見ていきますけど、いつも撮ってる写真、まあ、ロス制御若干甘めですね。そんなに悪くないんですけど、ぼやっとしてしまってます。あと全体的に解像度はかなり、緩め、くっきりしないですね。ノイズに関しても若干少し乗ってる感じで、まあ、夜景はセンサーサイズを考えるとかなり苦しい状況になってるって感じですね、これを見ると。でこちらの PAD 6 MAX と比較すると、まあ、明らかで、こちら解像感かなり高いですね。まあ、タブレットなんで外で持ち出して夜景撮影するってかなりレアケースだと思いますけど、まあ、このあたりカメラに関してはロス制御はまあほぼほぼ同じぐらいのレベルですけど、解像度であるとか HDR 性能はこれもあんまり変わらない感じですかね。少しもしかしたらタブ S9 ウルタの方がいいかもしれないですけど、まあ、こんな感じになってます。で HDR 性能を見た感じ、意外とまあまあちゃんとできてる感じですね、こちら。あとフレアに関してはこんな感じで、まあ、レンズに関しては若干流用かもしれないですけど、この辺のフレアとかですねゴーストも結構出るのでちょっと厳しい感じですね。こんな感じでできます。まあ、全体的にぼやっとしてしまうところが見えてると思います。でこれもいつも撮ってる写真なんですけど、黒つぶれ自体はないんですけど解像感が非常に弱いですね。この辺ぼんやりしてる感じです。こちらの方ですね、ノイズザラザラノイズもちょっとこの辺り出てるので、低照度に関してはかなりノイズが出やすい感じですね。でこちらの写真も同じような傾向で解像度かなり落ちてるんですけど、まあ、HDR 性能だけがまあ少しいいって感じですね。でこちらの写真、まあ、そのおかげで夜景撮影この辺 HDR 性能ですね、まあまあいい感じですけど、ロス制御はまあ少し弱めって感じで、ノイズは、空とかですね若干ノイズ乗ってる感じですね。で昼間になると解像度が結構良くなると思いきや、まあまあ良くなってるんですけど、ノイズがですね少し暗いと出始める感じで、昼間でもナイトモード使った方がですねノイズを抑えられてるシーンが結構出てきてます。でこちらの方は、まあ、普通の写真モードで撮ってるんですけど、まあ、解像度は夜に比べると結構高めですね。でこちらの方も同じような傾向、若干やっぱしこの辺ノイズが
気になる感じですね。一見すると解像度いい感じに見えるんですけど、このノイズが気になる感じです。こちらの方も同じような感じで、まあ、くっきりは映ってるように見えるんですけど、少しザラザラノイズが乗ってる感じですね。緑に関しては少し色付けがあるって感じですね。こちらの方も同じような感じです。火に関してもやっぱしちょっとこう緑が強めに出てますね。これも同じような感じで、近くになると解像度とかノイズとかですね、結構抑えられているような傾向が出てきてます。色味に関してはちょっと鮮やか系ですね、この自販機を見ると。でこちらの方は、まあ、特に問題近いところは結構綺麗に撮ってますね。これ室内になるんですけど、室内になるとちょっと明るさがですね減ってくるので、ノイズが少し多めになってくるんですけど、まあまあ近いところは綺麗に撮れると。でこれもですね、実はこれ夜景モードで撮ってこれなんで、普通の写真撮るとノイズまみれでかなり厳しいんで、昼間でも室内でも夜景モードを使った方がいいシーンがかなりあるという状況です。でこちらはですね、まあこれは結構綺麗に撮れてますね。それでもノイズこの辺結構出てるので、かなりセンサーノイズが出やすい感じですね。昼間明るいところで撮るとまあまあ綺麗に撮れるという感じで、明るさに対してかなり弱いって感じですね。まあ、質感の表現はこれ、まあ、まあまあできてるって感じです。この鉄の表現も同じような感じですね。特に問題で、近くになってくると、まあ、解像度とかこれポートレートですけど結構いい感じですけど、まあ後ろの方も、まあ、若干ノイズ乗ってますけど、まあまあ綺麗に撮れるって感じですね。こちらの方も、まあ、色味かなり鮮やか系になってます。モノトリに関しては結構頑張ってる感じですね。こちらも同じような感じで、近いもののモノトリに関しては結構いい感じで撮れるってことで、まあタブレット室内用途に特化してチューニングされてると思います。まあこちらの靴もですね、色味もまあまあこれはちょっと色味付けがありますけど、まあくっきりしてる感じですね。ここはちょっとノイズ乗ってますけど、こちらの方もくっきりして撮れてて、後ろの方は少しノイズとボケてるって感じです。三色団子いつも撮ってるやつ、これはまあ色味そんなに悪くなくて、若干色味付けあるって感じですね。でこちらインカメラ試しに撮ったみたいなんですけど、広角だとこんな感じになります。超広角だと結構引いた感じで、広く撮れるんですけど、なんか超広角の方はですね綺麗に撮れてるっていうような状況になってます。 4K30fps の動画をチェックしていきます。どうでしょうか。うっせーが合わないですね。止まってみます。ちょっと走ってみます。ちょっとブレありますね。若干ノイズ多めですね。フル HD60fps の動画チェックになります。どうでしょうか。やっぱ夜はちょっと厳しいですね。うっせーが全然合わないです。出します。ちょっとノイズも厳しいか。 4K30fps の動画をチェックしていただきます。どうでしょうか。夜と比べると結構解像度あり高いですね。ちょっと走りましょう。少しカット付けありますね。フル HD30fps の動画にちょっとなります。どうでしょうか。止まります。普通に荒れてる分はそんな揺れないですね。ちょっと始めます。少しカット付けありますね。はい、最後にですね、まとめですが、今回初めてのギャラクシーのタブレットで最上位機種デビューしたんですけど、さすがギャラクシーの画面ってことで、まあ、大きくなってもすごく綺麗っていうところで、まあ、大画面が非常に快適ってあるってところと、あと 14.6 インチ活かして性能がですね、かなりちゃんとチューニングされていて、まあ最高性能は出てないんですけど、8割ぐらいですね、ジェンズの性能引き出しながらも低発熱のチューニングされているところが素晴らしいと思います。スピーカーに関しても申し分ないので、まあ性能面はですね、もうタブレットでは最強レベルっていうのは間違いないと思います。カメラに関してはやっぱセンサーがですねかなり厳しいので、夜景とかもノイズもかなり多いし、昼間は動画は意外といいんですけど、昼間も撮影時ちょっと暗いところは気をつけた方がいいので、カメラはまあ正直物撮りですね、あとインカメラ広角超広角があるところぐらいがメリットだと
思います。あと最大の課題はですね、バッテリー容量結構多めなんですけど、意外とバッテリー持ちが悪いってところが評価してみて分かったところで、ここはちょっとパッド6 MAX に比べたら約半分ぐらいなので、ちょっとここは課題と思います。まあ総合で言うとパッド6 MAX といいところ悪いところがあって、同じ総合得点になってるんですが、まあ値段が倍なので、ここはですね、購入する人が何を重視するのかってところで、どちらを選ぶかっていうところになると思います。はい、今回のレビューは以上になります。それではまた。